はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹を引っ込めたい方、腹筋をしてお腹が出てしまった方におすすめな腹筋を紹介しようと思います。はい、まずはですね、腹筋をしてお腹が出てしまった人という場合はですね、普通の腹筋、上半身を動かす腹筋をやってしまってですね、基本的には今の腹筋は腹筋の上部と中部を主に使う腹筋でして、あんまりありすぎるとですね、腹筋の上部が膨らんでですね、お腹が大きく見えてきます。もちろん胸筋のある人はいいんですけども、胸筋ないとですね、お腹の上部から出てしまってですね、実際お腹引っ込めたいのにやってしまったがためにお腹が出ないようになってしまう。この腹筋上部がね、結構発達してしまうとですね、どの腹筋やっても上部が効いてる感じがして、腹筋をやめてね、ちょっと上部の筋肉落とさないといけないっていう結構大変なことになってしまうので、できればですね、お腹を引っ込めたい、また出てしまった方というのは、チューブと下部を使う腹筋をおすすめします。なので今からちょっとやってみます。はい、寝っ転がってですね、よくレッグレイズと言われてるんですけども、足を伸ばしてですね、手を床につけて上げ下げをします。この時にですね、できればですね、この腰の部分が反れないよう、この腰の部分がしっかり床につくように、まず足を上げて、この床をし床にしっかり腰をつけて、その状態で腰が浮かないようにゆっくり動かしてください。こういう感じです。ゆっくり、この腰が浮いてしまうとですね、腰を痛める場合がありますので、できるだけ腰をつけてください。で、足を伸ばすと、足の重さでですね、上半身がうっとこういう起きてしまう場合のこともあります。そういった場合はですね、足を伸ばすと重さが上がりますので、ちょっと足を曲げて腰をしっかり床につけて、腰が浮かないように少し膝を曲げて、ゆっくり動かして戻してください。こういう感じです。足を動かしてるんですけども、足で動かすという感じよりもお腹で動かすという感じを意識してください。足の力をできるだけ抜いて、お腹で持ち上げる。腰が浮かないようにお腹で動かしてください。できるだけゆっくりです。こういう感じです。で、腰が浮かないように慣れてきた方は足を伸ばして動かすんですけども、上げるときにですね、ももの力をできるだけ抜いてください。早く動かせれる場合はももを使って動かしてますんで、早く動かさないようにゆっくりももの力を抜いて、お腹を震わせながら動かしてみてもらえるとよろしいです。はい、お疲れでした。ちょっとね、尾底骨やらかしてるんで、ちょっとお尻痛かったんですけども、まあ今みたいにですね、足を伸ばして腰をしっかり床につけて足を動かすという腹筋はですね、もちろん上部も使うんですけども、基本的には下部、中部の腹筋をメインとして使いますんで、できるだけこっちの腹筋にね、シフトチェンジしてもらうとですね、腹筋の上部が収まってきてですね、まっすぐなお腹になってくると思います。そしてお腹がね、引っ込めたい方というのも、普通の腹筋をするんではなく、まあ起き上がれないよっていう方もね、別にそれでもいいです。今の下腹部をできるだけ使う腹筋にシフトチェンジしてもらえると、だんだんお腹がね、しっかり引っ込んでくると思います。で、この腹筋をすればお腹の脂肪が取れるというわけではないので、しっかりね、息を吐きながら腹筋を1回ずつ上手に行うとですね、お腹を引っ込める力がついてきて、あとはご飯を食べたり飲んだりした時に膨らんでくるお腹がね、膨らまなくなってきます。胃の外側に腹筋がありますんで、腹筋がしっかりついてくると、食べたり飲んだりしてもお腹が膨らまないような腹筋で抑えてくれますんで、なので腹筋やり効果ももちろんお腹引き締めには効果的ですので、ぜひやってみてもらえたらと思います。今日は
腹筋上部が出てきた人、もしくはお腹を引っ込めたい人におすすめな下腹部の腹筋トレーニングでした。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひコメント、グッドボタンよろしくお願いします。説明欄におすすめのサプリ載せてますんで、よかったらご覧ください。Thank you.